ボルガルの紋章ボルガルは、ロシアのタタールスタン共和国南西部にある都市で、ボルガ川の砂岸に立つ。共和国首都火山からは南へ 140km、スパスク地区の行政中心地でもある。人口は8、8、655、8、397。2009年の推定人口は8342人。中世のボルガブルガールの首都、 ブルガールの遺跡はすぐ近くにあり、2014年に世界遺産に登録されている。8世紀に一族を率いて、アゾフ地方からボルガ川沿いに北上し、ボルガブルガールを建てたことラグハンがこの地に塔を構えたと、される。彼らは当地にいた、フィン系やスラブ系の民族を支配し同化していった。922年にカリフ・ムクタギルの施設に随伴して、ハザールやボルガブルガールを訪れた。 アラブの旅行家、イブンハドラーンは、イスラム化を進めた、当時のハンアルムシを、サカーリーバの王と呼んでいる。ボル、ガル付近に残るボルガブルガールの霊病や、モスクやミナレットの遺跡。中央にあるのは18世紀に建てられたロシア正教の、聖堂ボルガルに着くクルーズ船12世紀13世紀には、ロシア人によるブルガール侵略が激しくなり、首都はブルガールからビリアルへと移ったが、 ビリアルはモンゴルに略奪、破壊されたため、15世紀には再び首都をブルガールに戻している。1430年に成立した火山繁国は火山を首都としたが、なおもブルガールはイスラム教の中心地であった。15世紀、ブルガールはモスクワ大公バシーリー2世の軍により破壊された。1552年にはイヴァン4世の攻撃により火山繁国は滅び、 ブルガール周辺もロシアツァーリ国の一部となった。ロシアによる併合後、ブルガール周辺にはロシア人農民が入植し、ブルガールの廃墟から石材などを切り出して住居を建てた。ピョートル一世はブルガールの遺跡を保存するための直令を発したが、これはロシアでも最初期の遺跡保存のための法律であった。今日のボルガールはボルガのシリベズドナ川の下半にあった。 チェルチコボ村が1781年に死となった際、この地に住んでいたロシア人農民の名にちなんでスパスクと改名されたのが元になっている。1926年にはソ連国内の同盟の街との混同を避けるためスパスクタタールスキーと改名され、さらに1935年には革命家バレリアン・クイビシェフにちなんでクイビシェフと改名された。百五十三年、 ボルガ川の巨大ダム建設で、クイビシェフコが誕生した際、かつてのスパスク発祥の地は水没することになったため、現在の場所へと移転した。これにより、市街地がブルガール遺跡から離れることになった。現在の名になったのはソ連が解体に向かい、タタール民族主義が高揚した1991年のことであった。現在、ブルガールのあった場所には、塔が残るほか、 城壁跡もよく残されており、10世紀から12世紀にかけての城郭都市の輪郭を知ることができる。また、アラブの銀貨や銅貨、アラビア語やアルメニア語が書かれた破壊詞などが見つかっており、都市にいた商人たちの活動を伺うことができる。ありがとうございます。